東京女子高等師範学校は、1890年3月、東京市神田区に設立された管理の女子高等、師範学校である。略称は、東京女高師もしくは、お茶の水。この項目では前身である、東京女子師範学校などについても扱う。1890年、日本最初の女子中東京院養成期間。 女子高等師範学校として設立され、1908年、東京女子高等師範学校と改称した。その前身は、日本で最初の女子教員養成機関、東京女子師範学校であり、後、東京師範学校に統合されてその女子部となり、東京師範が中東教員養成機関たる高等師範学校に改組された後、女子高等師範学校として、 分離独立したものである。文科理科、カジ科の産学科が設置され、廃止時点では、奈良、広島と共に三助講師の一つであった。戦後の学生改革により発足した、新生お茶の水女子大学の構成母体である。同窓会である、応援会は、お茶の水女子大と共通の同窓会となっている。1873年11月、 文部省学館の親とい外国人、ダビッド・モルレーは、新法の中で、日本も欧米諸国に習って、女性を、児童を教育する最良の教師として育成することを、権限し、文部省優である、田中藤丸もこれに同調して、翌1874年1月、三条、耳大丈大臣に対し、東京下に1個の女子師範学校を、せつける、伺いを提出した。 これが承認され、同年3月13日には、木戸高吉文部教により、湯島制度校内界隈、現在のお茶の水橋下元に、女子師範学校を設置する旨二つが発令、日本最初の女子師範学校である、東京女子師範学校の設立となった。設立当時の東京女子師範には、1872年に、設立、開校された、 日本初の女子中等教育機関である東京女学校から相当数の生徒が女子市販予科へと転学しており、当時一般により高い教育、学問を求めていた女性の進学先として見なされていたことが知られる。当時の修行年限は5年で、家庭は10級に分けられ、地理、歴史、物理学、科学大異、修身学、雑書、習字、書き取り、作文、 数学、経済学、博物学、教育論、規模法、養生所、手芸、雅楽、消化、体操、授業法、実地授業の学科目が講義された。管理師範学校は先行の東京、東京女子に続いて、愛知、広島、新潟、大阪、長崎、宮城の6校が、大学区制に対応して設立されたが、これら6校は、 西南戦争後の財政難により1877年から1878年にかけて廃止されたため、東京女子市,市販は東京市販と並ぶに管理市販学校の一方を占めることとなった。1877年2月には付属幼稚園、翌1878年6月には幼稚園ほぼ練習課がそれぞれ設置され、幼児保育、 教育及びそれらを担うほぼの育成が開始されることになった。さらに1877年2月には、付属小学校、1882年7月に、付属高等女学校が発足し、生徒の実地研修の場としての付属学校園の制度も順次整備されていった。特に校舎は、やはり西南戦争後の財政難で1877年2月に、 廃止された東京女学校を事実上継承したものであり、全国初の高等女学校として、その後各道府県に設置された旧制の女子、中等教育機関のモデルケースとなった。1883年の教則改正で、東京女子師範は師範学校教則対抗中の高等科のみを教授することとなったが、財政難による全国各道府県の女子師範学校の 市範学校への統合という流れの中で1885年6月、東京市範学校に統合されてその女子部に改組された。この時、東京女子市範の付属学校園も東京市範の付属学校に統合されることとなった。1886年4月、唯一の管理市範学校になっていた東京市範学校が、 市販学校令に基づき高等市販学校に改組されると、その女子部も女子市販学科に改組され尋常市販学校に年修了を入学資格として修行年限を四年とした。八百九十年、女子市販学科は講師から分離して女子高等市販学校として独立、女子市販学校、高等女学校、小学校教員及び幼稚園保護などの要請に、 当たるものとされた。また、付属学校園も、講師の付属学校から分離して、女講師布設に復帰した。1897年10月に交付された、市販教育令に準拠して、女講師は、市販学校女子部及び高等女学校の教員、タルヘ壁社の養成機関として、明確な位置づけがなされ、同時に、女子中等教育の教員養成機関として、 適切なものとするべく学科組織も、門科、理科、儀礼科の三学科編成となり、これに、先立って線科、専修科も設置された。1908年4月、東京に次ぐ、第二の管理図講師として、奈良女子高等市範学校が設立されると、東京の女子高等市範学校は、東京女子高等師範学校に改称した。以降東京女子師は、奈良女子師と並んで、 戦後においては長い間、全国に女子中等教員を供給し続けるとともに、管理学校中、女子学生の最高学府と位置づけられ、教員に要請のみならず、日本の女子教育に対しても多大な貢献をなした。1923年9月の関東大震災では、東京女子師範以来のお茶の水コーチが、怪人に返したが翌年には、仮校舎を建設して、復帰。 1920年代末から1930年代初めにかけては、文部省から振興地として給付された大塚の振興地に移転した。1906年4月、中等教員の補充機関として、全国の管理学校、大学に設立された臨時教員養成所が東京女工市内にも付設されることとなり、 中等学校卒業者を対象とする修行年限2年の第6臨時教員要請書が設置された。この後、臨時教員要請書は全国的に衰退の方向に向かい、第6を唯一の例外としてすべて廃止されたが、第6臨時教員要請書のみは1939年3月の廃止に至るまで若干の制度的改変を経ながらも長く存続した。 東京女講師の大学昇格運動は、第一次世界大戦後の高等教育拡充の動きを背景にした女講師の市販大学科構想まで遡るが、これが目立った動きになったのは、第二次世界大戦後であり、1945年秋には、文学部、理学部からなる、東京女子帝国大学創設案がまとまった。しかし、女子帝大案は、 文部省での将棋は通ったものの、大倉省は国費に余裕がないとの理由で予算の年出を拒んだため、旧制度下での昇格は実現せず、東京女高士は新生お茶の水女子大学として昇格し、1949年同校への包括を経て1952年廃校となった。付属幼稚園付属小学校、付属高等女学校、中村正直、 事実上の初代女子市範校長。初代女子校長を在任中に死去した。高根秀夫、第四代女子校長。12年余りの長きにわたり在任。お茶の水校舎大塚校舎洋服姿の学生東京女子市範学校創設時は、ゴミ色と浅木色との縦縞もめんバカマに上着は、通常の衣服だった。頭髪は、当人曲げに、 女子師範の文字入りかんざしを起承とした。袴もかんざしも、明治12年頃には廃止され、明治18年には洋服を着るものが多くなり、生徒だけでなく、教師も着用し、その他の女子師範でも、教員に一度洋服を着ることになった。明治19年8月に、文部大臣、森有りのりの西洋的な教育政策から、洋服が、本校生徒の制服となり、 他の市範学校にも波及した。神田区の後ろ身は、千代田区であるが、1887年に、神田区宮本町の内湯島聖堂、昌平坂学問所の場所が、文京区の前身である、本郷区に編入されているため、朝日新聞1946年2月22日、ABCD 明治後期小学校女子教師の、服装について、もバカマ、ま 筒袖を中心にして、岩崎正美に本家生学開始。44、ありがとうございます。